俺ある、のー、る程度英語を話せるんだ。まともな教育というのはもう高校ぐらいまでしか受けてないからさ本当にあの中学生とか高校生が喋れるぐらいの英語なんだけども一応海外に行って講演会で講演してくださいって言われたら30分とか1時間ぐらいの講演はできるんだよでそれぐらいの英語が話せるとでただしそれには4日間必要なんだつまりアメリカに行ってその日のうちには絶対できないんだよ でそうじゃなくて4日間ぐらいかけて現地の人と話していってどだん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 脳を英語にしていくんだでその時の僕のやり方っていうのが英語でしか考えないないんだよ。つまり僕らは頭の中で日本語を考えてそれを翻訳して英語でしゃべるじゃんだから絶対に、うん、これが言いたいのに言えないというジレンマに陥っちゃうんだよね そうじゃなくて、て自分ののボギャブラリーの中でで知っるる英語だけで考えるんだ。け考えんつまり頭の中に英単語しか動かさないんだよ。頭の中で絶対に日本語を入れないと。英単語だけでずっと考えるんだよで。何か聞かれたらそれを翻訳せずに頭の中で英語でやる。でだから意味が分かんなかったらひたすら「パドン」って言って相手に問い返す「WhatDoYouMean」とか言って相手の言った単語をそのままバカみたいに繰り返して意味を教えてもらったらそれを翻訳せずに頭の中に入れると。これを4日間ぐらら、い繰り返したら なんとか公演,演っていってもね得意な分野あるじゃんだからアニメとかさおもちゃとかさあのそういうことだったら俺30分とか1時間ぐらいだったら海外でその日本語ほどうまくないんだけどある程度話せる。